こんにちは、シエルです。先日誕生日を迎えたんですけれども、今日は誕生日プレゼントの開封動画です。初のフェンディです。嬉しい。こちらオープン。はい、こちら、あら、かわいい靴下です。ピンクの靴下にブラウンのカラーで、ここにフェンディって書いてあるのと2本の線が入ってます。ちなみにこの靴下3万円ぐらいするんです。靴下で3万円って履けないって思っちゃうけど、履かなきゃ。そして残りは袋に入ってますね。じゃん、スニーカーです。見て、かわいい。一足ずつね、袋に入ってる。めっちゃ綺麗、嬉しい。ご覧ください、可愛くない？このフェンディのロゴが入ってるバンドのとこでね、ちょっと調節ができるんだよね。この金具のところにもフェンディって入ってる。後ろこんな感じ。靴下、ね、最近ね、ちょっとブラウンブームなんだよね。このワンピースもブラウンベース。これはスナイデルで購入しました。これは母からの誕生日プレゼントでした。これ紐とかがないからさ、なんかすごいおしゃれでいいなと思いました。この履いた時にね、わーって思ったのがね、この中の底っていうの、底がこの端のあたりが盛り上がってるんですよ。フィット感がすごいの。これに感動したんだよね。ここにフェンディが、めちゃくちゃ可愛い。私ね、スニーカー持ってなかったんですよ。だからすごい嬉しい。普段ヒール履くことが多いんだけどね、今年はちょっとスニーカーに挑戦ということで。白だからさ、汚れちゃうの怖いんだけど、店員さんが言ってた、この辺の汚れはね、消しゴムでね、消すとね、取れますよ。だからたくさん履きたいと思います。合わせて履いたらめっちゃ可愛い。最初さ、スニーカー探してたんだけど、靴下がたくさん入ってるボックスを見せてくれて、で、あ、可愛いってなって、なんとなく靴下だから、なんか8000円か1万2000円ぐらいかなと思ってたの。3万円だったのがすごい衝撃でした。この靴下もしさ、穴開いてもさ、多分縫って履くと思うね。ちょっと履いてみよう。めっちゃ可愛い。靴紐じゃなくてこのバンドなんだけど、すごい大人っぽい感じがいいね。どう？靴下も可愛い？可愛い。フィット感があって歩きやすいんだよね。長く使っていけるように大切にしたいと思います。はい、ということで今日はアラサー女子の誕生日プレゼント開封動画でした。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。